皆さんこんにちは、りなじょうです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、今日はちょっと博多駅ではなくって福岡市博多区博多駅南6丁目にあるお店なんやけど、ヘラアジアというお店です。早速行ってみましょう。中に入るとこんな感じで、お店自体大きくはないっちゃけど、一人で入りやすい感じのお店です。なんとね、ここは本格スリランカ料理、スリランカカレーが味わえるお店なんです。皆さんはスリランカカレーは食べたことありますか？いや、リナね、今日バタバタ来たんよ。このお店は一旦ランチで閉まるっちゃんね。で、また夕方から開くっちゃけど、もう時間ギリギリで車から降りて走ってやってきました。ってことでチキンポテトカリーを頼みます。カレーの辛さが選べるっちゃけど、今回は張り切って3辛でいきます。今はランチタイムの時間じゃけど、単品メニューも選ぶことができます。飲み物は何にしようかな。お昼から飲みましょうか。ちょうど壁に貼ってあったのがスリランカビールやって、気になったけんライオンスタウト650円、これをね注文をしてみたいと思います。今日はスリランカの気分今日スリランカの気分です。スリランカビール2個あったっちゃけど、こっちは黒ビールですって言われたけ、ちょっと黒のビール頼んでみようかなと思って、今回はこれを頼んでみましたが、やっぱりね、つき方が下手くそなんよ。今回はね、完全にこぼしまくってしまいました。ごめんなさい。そしてそしてやってきました、スリランカカレー。はい、これはねチキンポテトカリーセットです。ランチセットなんと850円。もう美味しすぎる。これね、本当に美味しいとって、食べたことある？これ本当に美味しいとよ。ポテトもホクホクです。セットやけんサラダもついとって、栄養バランス抜群やない？それでは乾杯。泡が半分なのは相変わらずです。みんな正直カレーを外で食べるっていうことがもともとあんまりなくって、家で食べるものって感じやったと、カレーというものは。でもね、友達がスリランカカレーめっちゃ美味しいってずっと言いよって、スリランカカレーとか思いよったんやけど、これが本当に癖になるじゃん。ハートのご飯を崩していくのは悲しいけど、でもこう崩しながら食べていくっちゃけど、バリ美味しいと。ただ今回この黒ビールのおかげでカレーが辛い、めっちゃ辛いやけ、このサラダが必需品って感じよ。このね、サラダのドレッシングが甘いけん、いい感じに調和してくれるよ。間でサラダ食べるといいです。お肉もね、ほろほろ崩れて柔らかくてめっちゃ美味しいじゃん。なんでやろね、このハマってしまうこの感じ。いや、なんかね、その時は本当に辛くて、あー辛いって思っちゃうけど、辛いけどめっちゃ美味しくて、一回食べて本当にハマって、もうカレーイコールスリランカカレーみたいな感じになったじゃんね、みんなやけん、一回もスリランカカレーを食べたことない人は一回食べてみてほしい。ハマってやめられんくなるかもしれんよ。天神にもスリランカカレーのお店って有名なところあるっちゃけど、もし博多の方で行きたいなっていう人とか、ちょっと一人でお店に入るのが苦手っていう人とかは、このお店は入りやすいけんおすすめです。はい、あっという間にごちそうさまでした。カレーを食べ終わった後はデザートタイム。スリランカカレーのセットはデザートもねちゃんとついております。今辛いけんさ、めっちゃ甘く感じて、めちゃくちゃ美味しく感じるんよ。いつも以上にバニラとチョコのアイスクリーム最高でした。デザートもいただきましてごちそうさまでした。いやー美味しかった。もうね、食べ終わった後からもう一回食べたくなる、そんな感じよいや、これ好みがやっぱりまああると思うけど、辛いの食べきれん人は食べきれんと思うけど、でも辛さは調節できるしね。あとはね、テイクアウトもここはやっとうけん、お店ではねっていう人とかはテイクアウトをしてもいいかなって思います。気になった方はぜひ行ってみてください。はい、ということで今日はここまで。このチャンネルではこれからも博多弁講座や福岡のことを発信していくけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではみんな、また会おう。バイバーイ。りなじょうでした。福岡大好き、博多大好き。